まもなくこちらへ参ります。ああ、この難局を乗り切れるのはあの男しかおりません。香港でディーリングをやらせておりました。しばらく本社に置いた後、4月から例の支店へと。切れる男かね。はい、90年組ではピカイチ、いや10年に一人の逸材かと。何よ、どういうことそれ。本当でも、もしもし、だからまだだって。うん、では処理を誤ったら致命傷になる。分かっております。だからこそあの男を。着いたようです。入りなさい。失礼します。私が御社を希望しましたのは、そのつまりですね、金融業界って今ね、風当たりが強いじゃないですか。だから俺みたいのが、私みたいのが銀行に入りまして、改革を、したいと言いますか、救いたいと言いますか。別に君に救ってもらわなくてもいいんだけどさ。あ、そうすか。国文科、U は2つ、卒論は夏目漱石、我が輩は猫であるか。猫つながりってことで。もうすぐだぞ。日銀短観出ました。大企業 DI が即時より7ポイント悪いです。ドルが上がるぞ。ドル安ポート大台抜きました。リグりますか。まだまだ。アメリカ政府50銭までの売りを全部下がりました。じゃあね。あ、60銭の買い何本入ってる。200本です。よし、ぶつけろ。 I am sale 200. アメリカ政府は Down. やりましたね、ボス。よっしゃ。今日のプロフィット10億円でした。まずまずってところです。10億の儲け。失礼しました。いや、儲けるチャンスを挨拶で逃したくなかった。チャンスを逃すのは損をするより罪ですから。平成2年入社、山崎文彦、松葉ジャパンを救いに来ました。では香港での仕事はそのままこっちでもということで。もちろんだよ。君には稼いでもらわないとね。二足のわらじで大変だろうけど。何、こっちの仕事は一月で終わらせます。